お疲れ様です。よしお PC です。今日はみんなが言ってることを僕も言います。芸能人の不倫には興味はないです。朝ニュース見て、例えば鈴木杏樹さんがラブホテルに行ったと、そんなニュースね、寝起きにこううーんつって寝て起きてリビング行ってですね、コーヒー飲みながら、まあ習慣のようにテレビつけますよね。そしたらですね、また芸能人の人がその芸能人の不倫をあーだこーだ言ってると、もう本当に興味がないですね。で、別にいいとも思わないし、もちろん、ただめちゃくちゃダメだとかもなんかもうあんま思わないんですよね。不倫は自分はしないっていうね、自分は奥さんに対してはしないっていうものはもう皆さんそういうのあるでしょうし、まあ、しちゃう人はしちゃうのかもしれないですしね。え、鈴木杏樹さんが不倫したからって、じゃあ俺たちの生活どうなるのっつっても、ちょっと久々に会った人とか仕事の人に、ああそういえばあのニュース見ました、鈴木杏樹さんね不倫してって、結構年齢だけど綺麗ですもんね、若くてから若い頃から何も変わってないですもんねみたいな、そういう話して、そうっすねっていう、ほんとその 1,2 分のたわいない話、そんな話題にぐらいにしかならない話でですね、やっぱその鈴木杏樹さんっていう人にこう必要にスポットライトを当てて朝から報道する必要があるのかと。例えばまあこれはね、鈴木杏樹さんじゃなくてもですね、芸能人の人のね、1時間ぐらいかけて情熱大陸とかアナザースカイみたいな、あの大女優がどれだけのことを成し遂げてきて、どういうドラマがヒットして、で今はそうじゃなくて、でどういう生活をしてて、かつ不倫までしちゃったと、それを赤裸々いんですよ、バッシング抜きで、バッシング抜きで、いやでも好きなんですみたいな話を淡々としてくれて、こっちがはぁーっていう風に思うっていうんだったら、俺はまだちょっと興味はあるかもしれない、そういう人の生き様まで踏み込むなら。ただなんか簡単に不倫けしからんとか、なんかラブホテル行ったからどうとかっていうのをですね、その芸能界のスキャンダルみたいな、いよいよもうまあ皆さん、冒頭にも言いましたけど、皆さんも飽きてると思うんですよね。全然別にセンセーショナルじゃないし、え、へえって思うだけで、なんかもっと大事なことっていっぱいあると思うんですよね。悪いニュースももっといっぱいあるし、別にもっといいニュースも絶対あると思うんですよ。悪いニュースもいいニュースももっとあるはずなんで、ワイドショー、井戸端会議系っていうのはやっぱりちょっとしんどいですよね。これはまあ自分がもうおっさんだからかもしれないですけど、全然興味が湧かないので、こういうのばっかり続けていたら、いよいよ、今何が大事かって言われたら、その多様化した社会の中で、人に対してどれだけその人の生活の中から5分10分を自分のコンテンツに引き込むかっていうことで、世界中が競争してるわけですよね。映画 vs Netflix とか、まあ例えば SNS で言っても YouTube vs Instagram、 TikTok とかね、そうやっててどれだけ自分のサービスに人の時間をこう使ってもらうかっていう、可処分時間みたいな、そういうような話が今盛り上がってる中でですね、まあちょっともったいないというか、で若い世代にはもうターゲットを絞ってないのももう見え見えですけど、それってもうあと10年20年したら社会構造が変わってしまって、この10年20年で手を打たなかったらもう間に合わないんじゃないのっていうようなことを思うわけです。まあ結論としてはですね、芸能人の不倫興味がないですっていう話でした。もしよかったらまたよろしくお願いします。